今日はね、あのソイズにも何度かあげましたがね、新型 MacBook とあげまして、全面刷新、黒キーボードとね、ゲオン中ザロックスピーカー、まあ、V6 とかね、ソイズにはね、著作権音源出せませんがね、すごいなんか良かったです。ラジコクイってもね、iOS ラジコはね、MacBook で使いまくりましたけど、あとは、まあ、昨日配達からの通知が届いて、もう2300ポイントのビッグカメラから入ってきました。ビッグカメラは46ヶ月切り無料で、ミニ LED アパッドプロはまだ、ミニ LED ディスプレイはまだね、試しきれてないかなって感じですが、マジコーヒーってですね、ここはね、アップ、あれ使えないようにしてアップにダウンロードした、まあその、ね、細かいところは、ね、載せないんですけども、朝9時に起きて、あのハムエッグとしめじの朝食作って、昨日はユニクロ新年祭極暖ヒートテックですね。昨日はスムージーバナナジュース作りで、ね、あとは昨日はね、二宮さんと二宮和也さん主演の、ね、カッペリーニ号ね、カッペリーニって冷製パスタのね、あの使われる細麺の名前なんですけども、で、な、多分そうだと思います。で、潜水艦の名前として、日本でおけるイタリア料理の発祥だったかとね、深夜で文字とかで雑感で、その、まあ、トマトの話が出てきて、あ、これね、イタリアってトマトよく使うんだよって、有村架純さんが持ってたトマトね、そして後で教わるシーンがあって、やっぱりと思ったのと、まあ、珍しくドラマ見て涙がと思ったのとね、深夜で向かう、実況ゼロ円でね、ゼロ円ではないか。これから始まって、どうぞ。あと、高校音ペイントをね。あ、今度は MacBook Pro。上側もね、なんかね、すごいなんかね、あれなんで。今、ストーリーズの、なんか Vlog に組み込めて、また編集前。メッセージご紹介します。東京都30歳女性アスカさん、私の2022年の目標、いや、ユニクロでね、ヒートテックね、極暖ヒートテックのね、タイツ買いました。990円にいますけど、今日、まあ明日まででかな、わかんないけどね。
二宮和也さんのね、有村架純さんのね、カッペリーニを見てましたね。イタリア料理の発祥とのだったんですよ、日本でのね。うん、まあね、まあ、生真面目な二宮さん役で演じる館長と、いて陽気なイタリア人と交流なんですが、ね、最後やっぱり、ね、なんかね、ドラマ見て普通の涙目ってあんまないんですけどね、もう涙目になってしまいましたね。二宮さんのね、歌、最後のね、歌も感動しました。イタリアのね、言葉を歌みたいなんですね。まあ当時のあった曲っていうことでしょうね。あ、最初に有村架純さんがね、トマトを運ぶシーンがあって、これね、イタリア料理ってトマトよく使うんだなと思ったらね、有村架純さんがね、イタリア人からトマトを並ぶシーンがありましたね。あとはこれ以上は語るとちょっとあれかな。ではありがとうございました。祖父のアメリカの規制当局はファイザーの新型コロナウイルスワクチンについて、追加接種の対象を12歳以上に拡大することを公表しました。反省しようか。ファイザーの新型コロナウイルスワクチンについて、